韓国メディアは、所属事務所ビッグヒットミュージックが BTS の RM、ジミン、V、ジョングクの入隊とファンが注意すべき規定に関する通知を掲載したと報じた。これにより当社は、いつも BTS を愛して応援してくださった視聴者の皆様に感謝の意を表したいと思います。さらに、同社は RM、ジミン、V、ジョングクの今後の入隊情報も更新した。ビッグヒットミュージックによると、RM、ジミン、V、ジョングクは入隊を通じて必要な軍事訓練を完了する予定だという。同社はまた、BTS メンバーの入隊日に公式イベントは行われないことにも言及した。軍の再開は軍関係者と BTS メンバーの家族のみが対象。軍側が観客が密集して混乱が起きるのを望まないからだ。同社はファンに対し、見送りに来るのではなく、同社の公式ページを通じてアーティストに願いを伝えるようアドバイスしている。同社は、RM、ジミン、V、ジョングクが兵役を終えて復帰するまで視聴者に愛され、サポートし続けてほしいと考えている。11月初旬、BTS のマネジメント会社は RM、ジミン、V、ジョングクが入隊の準備をしていると正式に発表した。これにより、RM と V は12月11日に訓練所に入隊し、ジミンとジョングクは翌日12月12日に一緒に入隊することになった。